お茶を買ったよ、たくさんね。アラビアのお茶よ。中東のお茶は見つけるのが難しいんだ。日本のお茶って全部緑茶みたいな味なんだ。このお茶はレッドティーっていう味なのさ。ここ以外の場所では見つからないんだ。こちらのカメルーンの方は買い物袋がパンパンですが。新鮮な魚だよ。スパイスはホワイトペッパー。魚料理に使うトマトソースに入れるのさ。カメルーン料理はとてもナイスで超美味しいんだぜ。アメ横は外国の方にとっても食料品の宝庫だったんですね。続いてマレーシアから留学中の2人は、これから魚を買うのさ。地下街でね。地下街？マレーシアの人が行く地下街とは一体どんなところなのか。ついて行ってみると、いつもここで買い物するんだ。ここなら何でも揃うんだよ。行き着いた場所は客の9割が外国人という多国籍食品街。日本では手に入りにくい食材が並び、色鮮やかな珍しい調味料がマーケットを彩ります。そして彼の今日のお目当てがこちらのスズキ。マレーシア料理のイカンティガラサを作るんだ。イカンは魚って意味、ティガは酸、ラサは味、3つの味の魚ってこと。一体どんなマレーシア料理が出来上がるんでしょう。さらに他の外国人客にも何を買ったか聞き込みしちゃいました。コリアンダーを買いました。まあインドカレーに結構それ上からかけて食べたりとか、まあ、なくてもいいんですけど、でもあった方がかなり香りが出るんですね。ドミニカ出身の彼は、バナナ、青いバナナさ。ドミニカではバナナを油で揚げるんだ。僕らの国では定番なんだ。この地下食品街は世界各国の故郷の味の拠り所だったんですね。そしてマレーシアからの留学生、鈴木が一体どう調理されるのか気になったので、後日ご自宅へ伺うことに。アパートがあるのは大学のある神奈川県。なんとアメ横まで1時間半かけて買い物に来ていたのです。留学して1年、日本語も随分話せるようになったといいます。そんな彼はマレーシアの友達とルームシェア。この日作るのは先ほど紹介してくれたマレーシア料理、イカンティガラサ。でもこの料理を作るにはある理由が。マレーシア人がこの料理大好きなので、特別な日とか、まあ、集められる日があれば、こういう料理をしますね。実はこの日は彼の誕生日のお祝い。日本人も含め学校の友達が集まってくれました。マレーシアのお友達、お味は？はい、変わらず美味しい、ね。食べたかったらここに来ます。彼らをよく知るミナさんはこう言います。マレーシアの子たちはやっぱりふるさとに帰ってる感覚でここに来るんだよね。得意な料理、今はねマレーシア料理ですから、みんなに食べさせるためにマレーシア料理。本日の聞き込み、外国人が買ったものの先にはどんなに離れても離れられない故郷の味が見えてきました。いいですね。わざわざ1時間半かけて行ってマレーシアの味を、ね、本当に結構本格的でしたね。本格的だね。カンティカラさん、カンティカラさん出てこないんですよ。あの横行かれるんですって。あの地下街大好き。楽しいですよね。スパイスとか香味野菜ってやっぱり手に入れられにくいですからね。お母さん伝えたいです。余計な入れ知恵するから。